こんにちは、花山さん。前回の動画良かったんじゃないですかね。やっぱりこの基本の大切さってのをたまにこう自分でね語ってみるってのを非常に重要なことだと思います。でビジネスにしても投資にしてもおそらく人生全般に言えるんですけども、まあ基本を抑えるだけでね大抵のことはやっていけると思うんですよ。まあ、なぜならほとんどの人が基本をおろそかにするからなんですよ。で基本を身につけないのにすぐにね一足飛びに、応用編に行ったり、それからもう大魚を掴もうとするんですよね。大きな魚を掴もうとするんですよ。しかしね、私あの様々な経験の中で思うんですけども、まあ、例えばね空手をやってる時にも思ったんですけども、後ろ回し蹴りとかっていうのは派手でねすごく憧れる技なんですけども、これはねいきなりその練習してもできないんですよ。まずは強靭な足腰を鍛えるために走り込んだりとかね、スクワットしたりとかで下半身どっしりと作っていく、その基本動作がすごく大事なんですよ。あとは柔軟ですよね。ちゃんと股割りをして、この足がね自分のこの頭のところまで上がるようになってからじゃないと、なかなか後ろ回し蹴りみたいなのが綺麗に決まらなかったり、それからやっぱりこうローキックとかねミドルキックとかっていうのがしっかりできてないと、ハイキックみたいな難しい動作はできないわけですよね。そう考えていくと、いろいろとね基本が大事だっていうことになってくると思うんですよ。私が最初に、まあ麻雀やってる時もそうなんですけども、麻雀のねそのまあジャンキルってやつ教わるんですけども、もう常に基本動作です。上級者も基本動作やってます。すごいなと思いますよ。ほとんどの人がみんな同じ練習してますからね。その積もる練習、切る練習とかね、ハイパイ取る練習とか、こういうことするわけですよ。積もって切る、積もって切るって練習ずっとしてるんですよ。あのすぐに麻雀っていうとさあ始めましょうってなるじゃないですか。そんなんいかないです。基本動作ができてないと試合をやっても意味がなくて、パイをパチッと打ってもね暴れるって言ってパイがコロコロンと転がったりとかね、跳ねたりとかね、それからまあ正確にパイが止まらなかったりするんですよね。で頬にこうパイを切るときに正確にですねこう刺すようにちゃんとチーパイできるかな、切るってことができるかなとかね、リーパイをするときにパイをこぼさないようにちゃんと扱えるかなとか、展望ですね、展望も正確に渡せるかなとか、きちんとお釣りを正確に渡せるかなとかね、そういうのがあるわけですよね。まあ、そういうふうにして基本動作を徹底的にやるからこそ中級とか上級の技がやっぱできるんだろうなって、その基本があるからなんですよね。そしてネットビジネスも同じなんですけども、そのバックホームっていう概念ですね。で私一番最初にやったのはアフィリエイトだったんですよ。でアフィリエイトで売り上げをグッと上げたのはまさに、サイトの量産だったわけですよね。今と同じです。サイトを量産して、まあ、1000個1単位に考えてですね、1000個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 ってやってきて、結局5年ぐらいかかって1万個以上作ったんですよね、サイトをね。でそこから売り上げが上がるわけですよ。1万個以上のサイトから、それはね毎月毎月2、300万にはなりますよ。だから1つのサイトがアクセスが、まあ、例えば5とか10なわけですよね。でもやっぱりね1万個もあるとね毎日50万アクセスとか70万アクセスとか100万アクセスとかなるわけですよね。もうそうなると少なくともね5万とか10万の売り上げが出るわけなんですよ。もう基本ですよ、もうこれが。で同じように転売をする時でも出品数は1週間にやっぱ100個とかね、そういった形でしたね。1週間に100個っていうとそんなに多くないです。1日10個ちょっとですから、まあ、ですんでだいたい3日4日で100個ぐらいのペースでどん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 上げていってですね、でやっぱりこう出品数ってのはやっぱ数千とかになりましたね。1万個には至らなかったんですけど、4000とか5000個同時に出品してるような形になってきて、でやっぱそれに対するお問い合わせっていうのが1日10件ぐらいあるわけですよ。4000件出品しててもそのうちのお問い合わせっていうのが10件ぐらい、その10件のうちの半分ぐらいが売れますんで、まあ、売り上げ的にはね4万5万とかっていうの毎日立つわけなんですけども、でも出品してる間っていうのはずっと売り上げ立たないですからね。ですから大抵の方が転売やるときに出品数をやっぱ100とか200で設定すると思うんですけども、逆にそのぐらいの数で売れるんだったら私より優秀なんですよ。だからまあ大したもんだなと思います。私はセンスがないんでやっぱりね出品数ってのはもう1万を目指してましたね。で4000とか5000とか出していって、メインで売るのがカメラですけども、カメラの関連商品をバラで売っていくみたいな感じで SKU って言うんですけどもね、商品を増やしていきましたね、アイテムを。例えばカメラのセットを売るとしたらバラも売ると、でキャップだけも売るとかね、それからスタンドだけを売るみたいなことね、でカメラバッグとかも売りましたね。で全部のセットとか本当に複雑回帰に商品売っていったわけなんですよ。で最近でしたら YouTube でしょ。 YouTube のだから量産も
1万個とか2万個とか5万個とか10万個っていうのを一つの単位として考えてますから、私はバックホームですよね。基本に帰る、まず数はできるかどうかってことですよ。少なくとも YouTube を自分の持ち味としてるんだったら、まあ1日にね10本20本っていうのは別に低いレベルだと思わないといけないかなと思うんですよ。さすがに1日100本作ることはあんまりしないですけども、まあでもね30本40本だったら別に苦もなくやってますよね。日々限定公開動画も結構ありますんで、そうやっていかないと圧倒できないですよね、他者をね、他の YouTube をやってる人も。だからある意味花屋龍馬さんと私っていうのは YouTube という土壌で勝負するライバルでもあるわけなんですよ。学び合えるライバルっていうかね、まあ、ですんでもしかしてね、その YouTube がなかなかねエンジンかからないなってことになってきた時っていうのは、基本に立ち返って、じゃあ自分が YouTube を始めようとした時にどういうふうな気持ちでスタートしようとしたのかなとかね、1日 2,3 本でいいと思ったのかなとか、あそしてですね、花屋龍馬さんのオンラインサロンのほか商品っていうのがこれからもっともっとね人気になったら、すでにオンラインサロンに参加したりとか花屋龍馬さんから何らかの商品をお金を出して買った人がどう思うかですよね。それは喜びますよね。花屋龍馬さんが活動をどん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 、広げていってくださって、どんどん購入者が出てきてね、どんどんその花屋龍馬サロンっていうのが広がってくれば、最初に入った人の風格も上がるわけですよ。でもなんかねしょぼくれていったりとかやめてしまったりとかしたら、なんかはっきり言ってそのサロンに参加したり商品買った人は騙されたような感覚になっちゃうんですよね。だからそういう人たちのためにもどんどん後輩を作ってあげるとかね、前例にさせてあげるとかね。で、そのオンラインサロンを購入した方とか花屋龍馬さんから商品を買った方が誇れるとしたら、自分が買った時よりもすごい商品がたくさんリリースされているってことじゃないですかね。でもう活動をやめるどころか加速してるってことだと思うんですよ。まあやめるつもりはないと思いますけども、もしね YouTube 活動ちょっとね鈍ってるなと自覚されてるんだったら、まあ今までね、商品買ってくれた人に対する責任もあるっていうふうに考えればいいんじゃないかなと思います。まあどういうふうにねこれから運営をしていくのかちょっと謎ですけども、私としてもね、ただなんかこう立ち止まったりつまずいたりとか悩んだりする暇はないんじゃないですかね、まだまだね。それはもっともっと上級者になってから振り返ればいいと思うんですよ。まあ花屋龍馬さんは私もねやっぱこう見どころあるなと思って見させてもらったりとかね、あのウォートークの時からこういう風になっていくだろうなと思いましたね。チャンネル登録がまだ100人とか200人とかいってない頃ですよ、私花屋龍馬さんの動画見たので、そっから個別で動画作ってエールを送り出して、で今2000人じゃないですか。じゃあこれが4000人のチャンネル登録者になったらどうなるかって言ったら、単純に今までの実績数値倍になるわけじゃないですか。で今花屋龍馬さんの商品買った人にも後輩ができるわけですよね。それが何よりも恩返しかなと思うんですけども、いかがですかね。ということで今回はね、私の体験も交えながらちょっと所感をね雑感を申し上げました。基本に対する考え方、バックホーム、常に家に戻る、もう基本に戻る、これを心がけていって、まだまだね基本を固める時期でもありますし、上級者になればなるほど基本で練習ばっかりしますよ。やっぱりそれは忘れられないんじゃないかなと思います。あのイチロー選手ってのはもうね自分の番がないと分かっていても練習してるんですよ。で大リーグで試合があるじゃないですか。でもうね9回裏試合がもうすぐ終わります。でもイチローはグラウンドを出てね隅っこで柔軟体操したりとかねやってるわけですよ、すごいなと思いますよね。で松井さんっていうのがいましたよね、巨人に。ちょっと古いですけども、松井っていうのはなんかねチームメイトとキャンプに行ったらしいんですよ。で楽しんで夕食バーベキュー食べて、あ終わったお疲れ様っつからねテントの中で寝ようと思ったら、一人だけがバットを抱えてどっかね河原の方に行くらしいんですよ。お前何しに行くんだっつったら、今日まだ素振りしてないんで500本ぐらいやってきますみたいな感じでねいやここにまで来てやんなくていいだろうっつってから、なんか寝れないんでみたいな感じしてねだからねホームランバッターになっても素振りをするんですよ。でも中級者以降っていうのは今日はいいだろうっつってやんなかったり、モチベーションに左右されて行動が伴わなかったりするんですよね。まあということでいろいろと申し上げましたけども、次回の動画も楽しみにしております。いってらっしゃい。